3つ目のキーワードこちらです。じゃんじゃんオーダーメイドっていいですよ。はい、ということで、はい、先ほどからお話を伺ってますと、ドレス専門なんだと思っておりましたら、ドレスじゃない普通のお洋服もお作りになります。はい、はい、もちろん、もちろん、はい、私最近友達の結婚式がありまして、結構ね、なんていうんですか、既製品難しいですね。特にワンピース、ワンピースね、今ないんです。本当にないって言いますね。うん、スカートだけがもうちょっと長かったらとかね、ここがちょっと、私下半身の方が大きいもんですからここがもうちょっと大きかったらとか、そういうのが本当にあるもんですから、オーダーメイド、今日話を聞いて、オーダーメイドって手もあったかなと。普通のワンピースとかも作ります？もちろん。うん、ジャケット、スーツ、もちろん。ああ、はい、ニット系、もちろん。本当ですか？何でもありな、何でもいけるんですね。はい、すごい。ただし紳士はしませんっていうことなんですけれど、あ、でもオペラの衣装の時は紳士もするんですけどね。はい、そうなんですね。はい、女の方はお洋服全般。あ、はい、いや本当にね、お話聞いてると、なるほど、オーダーもいいなと思うんですが、はい、今若い人あんまりオーダー作ってる経験が、ね、ないと思うんで、はいはい、どうですかそのあたり。仮縫いの時に、うん、お洋服脱ぐんですかって聞く方がいらっしゃいますねもちろんですけど、そうですよね、はい、お洋服着る前の段階になって、はいはい、あ、でもそうかもね、作ったことない、下も脱ぐんですかみたいなもちろんそりゃそうですよね、はい、ああそうか、はい、でもどうですか、その自分でオーダーで作ったお洋服をこう着た人、どんな感想ですかね、皆さんね。一回作るとね、やっぱり良さって分かっていただけるので、うん、はい、やっぱり次にまたっていうことがありますね。あ、はい、それに世界で一人、一着ですから、世界でただ一つの、はい、あなただけのものですから、あそこも嬉しいですね、はい、生地を選んだりとか、はい、そういうのもその段階から一緒にさせてもらえるんですか？もちろん、はい、生地見れるの？もちろん、はい、じゃああれですか、カジュさんのところに行ったらいっぱい生地置いてある？ あります。あ、そうなんですね、はい、あれって基本買い取りなんですか？はい、あ、はい、じゃあいっぱいその生地を見るところから、はい、ね、はい、参加できるということで、はい、生地見るのも楽しいですか？そうでしょうね、はい、そうなんですね、はい、まあでも舞台衣装が得意となったら、花嫁衣装とかね、はいはい、ああいうのもボーダーありますか？ありますね、はい、ご予算どれぐらいでできるとか目安あります？まあ、ピンからキリですけれど、うん、はい、うん、お客さんの、うん、まあ、この範囲っていうので、うんうん、やらせていただきます。はい、オーダーメイドのお洋服、私もぜひその着心地も含めてね、試してみたいなというふうに思いました。うん、そしてまた素敵な、札幌で見られるオペラやリサイタル等々の、うん、まあそうですね、舞台裏ではこのようにカシューさんのように衣装で支えてらっしゃる方っていうのがいらっしゃるんだなっていうことも今日はね、初めて知りました。今日のゲストは舞台衣装アトリエカシューのカシューともこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さようなら。